ミューレンバーグイシガメは、ヌマガメかモリイシガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国東部固有種模式標本の産地は、ランカスター群。現在の分布は、断続的だが、以前は、連続的かつ広範囲に分布していたと考えられている。最大高長11.5センチメートルとモリイシガメ、属のみならずヌマガメか最小種。 メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大高長9.6センチメートル。背校はやや扁平かやや盛り上がる。背校の後部には切れ込みが入らない。成長感は明瞭だが、老齢個体では不明瞭になる。C 甲板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがある。後部園甲板の外縁は尖らない。背校の色彩は暗褐色一だが、 明褐色や黒い個体もいる。復興はやや大型。左右の喉のパ板の間には切れ込みが入らない。廃校の色彩は黒く、外縁は明色で、小中線に沿って黄色やオレンジ色の筋模様が入る。頭部はやや小型。獅子はやや頑丈。尾はやや長い。頭部や獅子、尾の色彩は褐色や暗褐色、黒。 鼓膜周辺と後頭部に、黄色やオレンジ、赤の斑紋が入り、側頭部や前足には、高褐色や、オレンジ色の反転が入る。四肢基部や四肢覆面は、オレンジ色や赤みを帯びる。オスは、前肢の爪が太い。標高1200メートル以下にある主にかやつり草下から、なる湿原、沼地、湿性草原内を流れる、流れの緩やかな消火栓などに生息し、 英明の由来になっている。半陸生もしくは、半水生で、陸上でも生活するが、水場の周辺に限られる。中高生で、夜間に気温が低い場合には、水中や陸上に空いた穴などで休む。夏季に乾燥する環境や陶器になると、霊中や水中、マスクラットの巣穴で休眠する。 食生は雑食で、昆虫、果実を食べるが、両生類やその妖精、貝類、ミミズ、動物の死骸、水生植物、藻類なども食べる。陸上でも、水中でも採食を行う。繁殖形態は乱生。3から6月に、主に水中で交尾するが、陸上で交尾した例もある。繁殖期になると、オスはメスを発見すると周囲を徘徊したり、 双排雪口に頭部を近づけ性別を確認する。その後にメスを追いかけたりメスの頭部や頸部に噛みついて動きを止め、メスがオスを受け入れると頭部や頸部に噛みついて爪をメスの甲羅に引っ掛けながらメスの上に乗り交尾を行う。繁殖期には私有ともに複数の異性と交尾を行う。5から7月に1回に1から6個の卵を年に1回だけ産む。 タネショョウムレンベルギーは、ゴッドヒルフ・ハインリヒエルンスとミューレンバーグへの懸命。開発による生息地の破壊、水質汚染、ペット用の採集などにより、生息数は減少している。生息地では、法的に採集が規制されているが、密漁されることもある。生息地の一部は、国立公園や保護区に指定されている。1992年に、 ワシントン条約付属書愛に掲載された。ありがとうございます。